こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日はカリフォルニアポピーを見に行きました。という話です。このカリフォルニアポピーなんですけれども、ロサンゼルスの北のですね、ここはですね、アンテロープバレーというところ。ここがね、非常に有名な場所です。今日はね、こちらの方に行ってきたので、まあ、それのご報告ということになります。前方見えてるのがね、これがカリフォルニアポピーです。もうすごいね、オレンジ色の、まあ、素晴らしい景色の見えるところです。場所なんですが、我々が今いるね、ポーランドからは、だいたい2時間のところですね。車で2時間ぐらいのところ、まあ、そういったね、ところにあります。この場所なんですけどね、ランカスターという、まあ、町の近くで、この場所っていうのがですね、航空宇宙産業が結構盛んな場所でして、エドワード航空軍基地って言ったら、お分かりになる方々も多いかと思うんですが、これはスペースシャトルがね、着陸した、場所で、まあ、ご存知の方も多いかと思います。で、その、西側にあたりますけどね、そちらがね、このカリフォルニアポピーが、まあ、すごい綺麗な場所ということでね、このアンテロープバレーというところがあるんですね。で、カリフォルニアポピーというのは、カリフォルニアのですね、州の花ということになっているようですね。ですからね、我々が19年前ですよ、来た時に、KTLA っていうね、ロサンゼルスの地方局のですね、朝の番組を見てると、この時期ね、もう満開になったカリフォルニアポピーの、まあそんなね、ニュースが朝流れてたりして、前はね、よくそれを見て、あ、じゃあこの週末行ってみようなんて言って、何回か行ったことがあります。ここはね、もう何回来たかな、もう4、5回は来てるという、いう場所なんですけれども、まあこの時期しかね、カリフォルニアポピーはね、咲かないので、3月中から終わりぐらい、大体ね、来ているんですが、コロナの関係でですね、やっぱりね、3年ぐらいちょっと切ってなかったですね。でね、非常にね、今年は、雨がね、少し少なかったせいか、やはり、ポピーのね、花の量が少し、少ないかなっていう、そんな気がします。そうですね、3年前がね、すごい雨降ったんですけれども、そういう時って、すごく、こういった景色綺麗なんですよね。いろんなところ花がね、この3月終わりから4月ぐらいの時に、咲いて、非常にいい時期なんですけれども。でね、たくさん、雨が降ると、これね、面白いことにね、スイカが美味しくなるんですよ。で、まあ、スイカはここで採れてるわけじゃないんですがね、この隣のアリゾナで採れてるらしいんですけどね。やはり、雨が多い、まあ、2月、だいたいこっち雨季ですから、雨が多いっていうとね、いろんなことやいいことがあるというのがね、まあ、ここへ来て、まあ、感じた、まあ、実感というんですかね、そんな風に思います。それでね、今年はね、雨少なかったですね。いつもね、2月ぐらい、じゃあじゃあ雨が降るんですけどね、雨季ですから。今年はですね、昨年の12月にちょっと降ったぐらいで、今年になって1月、2月、それほどね、すごい雨が降ったということは、あまりなかったんじゃないかな、なんていうふうに思います。そんな具合でね、今回は、カリフォルニアポピーがね、まあこれ、本来ではもっとね、たくさん生えているんじゃないかな、というふうに思うんですけどね。まあなかなかね、うまくいかないもんですよね。さてね、ここは、一応カリフォルニア州立ということで、
カリフォルニア州がね管理していますので、ここにね入園するにはフィーがね、1日10ドルとかかります。私は入り口のところでね、いくらって聞いたら、あなた方シニアでしょうって言われて、そうだよって言ったら、じゃあ1ドル安の9ドルねって言って、9ドルになりました。だいたいね、カリフォルニアのこういったところの入園料、それの入場料は、だいたい10ドルで、60歳以上のシニアは、1ドル引きということのようですね。聞いてもらえなかったらね、知らずに10ドル払うことだったんですが、入り口のところでわざわざ聞かせて、係員の方がね、あなた方シニアでしょうって言ってもらったんで、なんか1ドル得しましたみたいな、そんな話であります。さてさてね、これがね、横右側に見えているのが、柵というかロープが張ってあるんですよね。でこれね、そう3年前ぐらい来た時かな、綺麗なところで写真を撮りたいって、それはもう話は分かるんですけどね、この中にねつけづけ入ってね、つかづか入ってね、写真撮る人が結構増えちゃったみたいなんですよね。特に中華系の方が多くてね。でね、それをやっちゃったもんですから、今ね、こんなロープが張られちゃいました。でね、確かね、3年前の時ね、それをやった人はね、ここの、多分その、警備の人にね、罰金、チケットを切られてましたね。いくらだったかな？なんかね、60ドル近く取られてたみたいですね。やっぱりね、その辺はね、ちゃんとマナーをね、守らないといけませんよね。そういう人もね、中にはいるということとね、きちっとね、規則を守って、こういったものをね、楽しみに来るという人もいらっしゃいますのでね、やはりこういったところはね、長くね、存続していただきたいなという非常に綺麗な場所ですから、そんな風に思いました。ここはね、そうね、16、7年前かな。まだ子供が小さい時にね、ここ連れてきたんですけどね、子供はね、あまりつまんなかったみたいですね。結構風が吹いてたんでね、車の中でいるよなんて言われてね、せっかくこんなにとこ来たのにななんて思ったんですけどね。それはそれで、そんなエピソードがありました。本当にね、素晴らしい場所です。カリフォルニアポピーっていうのはね、この時期だけなんでね。ここをね、少し、ウォーキングですよね。しましてね、近くまで、こうやって写真を撮ってみました。で、結構ね、こういうところに小さな穴が開いてるんですよ。で、これ穴が開いてて、中に何がいるのかなって言ったら、これね、ネズミとか結構いるんですね。でね、ネズミがひょこっと顔を出したりするところもね、時もあるみたいですけどね。で、そんなところのね、場所なんですけれども、そのね、ネズミを狙って、ラットスネークっていうのがね、ここ出るみたいなんですよ。だからね、あんまりね、こんな中に足踏み入れるのもね、いいことじゃないんですよね。その辺もね、これで看板が出てますよね。ラットスネークがいるから、ステイオントレイルって書いてあります。トレイルの上にいなさいよ、と。ちょっとね、ヘビーが割れた人って話も聞いたことはないんですけれども、やっぱりね、そういう意味では、きちんとね、ルールを守ろうということで。で、こちらね、昼はライスバーガーを食べました。素晴らしい、そんなこんなのね、カリフォルニアポピーでございました。
ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。